皆さんこんにちは。毎日学習会の木村です。この映像では慶応義塾大学総合政策学部の2008年の英語の問題から大問2の語法三択問題について解説していきます。まず、最初に31番に行きますが、31番は、述語動詞の問題、現在完了の述語動詞で、ということは、しかし、逆説があって状況というものが、あらゆるところでないない。で、前の文章で何書いてるかというと、世界の、世界食糧サミットというのが1996年に行われて、この問題は2008年の問題なんですが、2015年前にまでに飢餓で苦しんでいる人を半減させると。そして2015年までに飢餓や貧困といったものを半分にさせる目標を立てたと。そして、世界中が、共に、一丸となって、そのような飢餓問題に取り組もうとしたと。ところが、状況がどうなったかと。そして、後の文章でも、2003年の、2003年 の、あの年間レポート、国連の、いわゆる食料や農業を携わるに携わる、機関の、年間レポートにおいては、飢餓で苦しんでいる人の数は、増えている。2000年には、飢餓を半減しようといって取り組んでいったのに、2003年にはさらに増えていって、2015年の半減という実現には、まだ至っていないどころか、逆に増えてしまったというのを考えると、31番は、1番、悪化したというのが正答となりますと。まず3番は除外して、で1番か2番なんですが、後ろの方に飢餓の、飢餓で苦しむ人の数が増えたと書いてあるので、改めて31番は1番が正答となります。段落を飛び越して、32番に行きます。32番は福祉の問題なんですが、文章全体を見ると、この失敗、要するに飢餓で苦しんでいる人の数がかえって減ってしまったことの原因を特定するための見方として、レポートというのが、特定の国の分析を行ったと。で、特定の国の分析において、どのような国かというと、飢餓などの、扱い、制御に成功を収めた国と。いうことなんですが、ここはどういうことかというと、飢餓で苦しんでいる国があって、さらには、飢餓で、その反面、飢餓でに対して、うまく制御して、飢餓がで苦しむ人が増えたりするのを防いだ、国があったと。成功裏に飢餓の拡大を抑え込んだ国があったということなので、ここで対比関係だったり、逆説関係が存在していると考えると、32番は、3番、反対にというのが正答となります。そして、33番に行きます。33番は名詞の問題なんですが、名詞の問題でも、3つあって、前に、動詞があるので、動詞の目的語なんですが、後ろに to 不定詞があって、人口増加を拡大し、人的資源を発達させた、両国。どういう両国のどこを指しているかというと、ブラジルと中国。で、ブラジルと中国というのは、すさまじい経済成長を、国全体の経済成長というものによって、部分特に、農業の、著しい発展を遂げた。で、そして、どちらの国もブラジルも中国も人口上昇を抑え、さらには人的資源の開発をし、
際には、HIV 感染の、可能性、まあ、HIV 感染 の HIV の感染率も低かったと。それにもかかわらず、世界中の、まあ、世界中他の国では、飢えている人が増えているということなのですが、これを踏まえると、まあ、ブラジルというのが、まあ、上、ブラジルや中国というのが、上に対する制御に成功して、で、まあ、農業の目まぐるしい発展や、まあ、経済成長を遂げていき、さらには、まあ、人口の増加や、人的資源の、開発といったものに何かしてきたかというと、ここでは、まあ、そのようなものに、まあ、勤しんで努めてきたというふうに、取れるので、33番は3番、努力というのが正当となります。そして、34番にいきます。34番は、まあ、動詞なんですが、まあ、エイズの、まあ、問題が先ほど書いてあって、まあ、上で苦しむ人が、まあ、増えていったところ、干ばつや、内戦、さらにはエイズの感染者の拡大というのが農業生産、まあ、農業食料生産の停滞へとつながっていく、まあ、前の方で、まあ、ブラジルや中国では、人口増加を抑制したり、人的資源の開発、さらには農業の発展といったものがあって、さらにはエイズ感染率の低さというものもあったというのと対比して、干ばつや内戦、エイズ感染者の拡大によって、農業、食料生産が停滞していった。で、さらには、エイズという国はということなんです。エイズというものは何かということなんですが、多くの発展途上国から何々ということで、まあ、ここ、注目してほしいのはこのオブで、このオブというのは、まあ、前置詞で名詞の、同格の名詞だったり、まあ、いろいろと名詞修飾のオブではなくて、まあ、動詞を、動詞の、語法の、語法に用いられるオブであって、このオブに注目すると、当てはまる動詞は、34番は1番、奪ったというのが正当となりますと。HIV によって、多くの発展途上国では、まあ、有能な、労働者というものが、まあ、奪われていって、まあ、HIV というのは本当に不治の病なので、そういった不治の病で、かつ、まあ、特に発展途上国では治療法や、あとは寛解させるような、医療というものが発達していないので、まあ、なおさら農業の生産などに影響を与えてしまい、まあ、貧困や飢えにつながっていったという、文の展開となります。そして、35番に行きます。35番は形容詞なんですが、まあ、前のレベルっていうのを、修飾する形容詞で、何々するような、レベル、人口増加を、抑える。人口操作に追いつくための追いつける何々なレベルにまで、農業生産というものが発達してしまい、結果として環境問題を引き起こしたということなんですが、まあ、まあ、多くの発展途上国ではエイズや、内戦、干ばつといったものによって農業生産の停滞が起きた一方で、いくつかの農業発展途上国では農業生産が広まり、環境問題を引き起こしてしまったということなんですが、まあ、本当はまあ農業生産というのは人口、自国の人口増加を賄うためにまあ発達していったところ、まあ、結局人口増加、人口の分を余剰にした結果、余剰に作ってしまったり、まあ、人口増加に対して、まあ、はるかにそれを上回るような農業生産を行ってしまった結果、環境問題を引き起こしたというような展開が読み取れると、まずまあ2番の適切なは不適切と。まあ、後ろに、環境問題と書いてあるので、
適切。そして、1番か3番なんですが、3番は、蓄積されたレベルだと、なんか問題、環境問題というのに、対して不適切なので、3番も不適切。ということで、35番は、1番、そぐわないというのが正答となります。そして、36番に行きたいと思います。36番は、接続詞が、3つ並んでいて、接続詞というのは何に注目するかというと、カンマだったりそういったところで、分けて、で文章のいくつかの、箇所に分けたところ、その箇所は、それらの箇所の、論理関係に注目するということなんですが、まず、クーラーリンゴは、2005年の、レビュー、調査といったレポートによると、進歩というものは、進展は、多くの大抵の発展途上国で乏しかったのを示したと。でもう一方で、会議、2006年に行われた会議なんですが、2006年にローマにおいて、国連の、2015年の、飢餓半減という国連の目標を達成するための、方法を、明らかにするための会議というものを、ローマで行い、イタリアのローマで行い、すべての参加者が、尋ねたのが、いかにして、飢餓を減少するペースを、加速し得るか、加速することができるのかということについて尋ねていったと。どうすれば、飢餓のペースを、上げていくのかということなんですが、2006年の9月の会議があって、で2005年のレビュー、2005年の、レビュー調査では、進展、多くの発展途上国で、飢餓減少の進展というのが乏しかったということなんですが、飢餓の、これを踏まえると、2005年の、レビューが、飢餓の半減に対する進歩が多くの発展途上国が進んでいない、それゆえに、すべての参加者が、いかにして、飢餓の半減、飢餓を減少するペースを加速することができるのかを尋ねたというふうに、ここで因果関係が存在しているので、他2つ、1と3は逆説なので、36番は2番というのもというのが正答となります。でもって37番に行きます。37番は動詞の問題なんですが、動詞の問題といえど、注目すべきなのは後ろの箇所。京都議政書によるおける、京都議政書の、誠実な実行から、生物多様性気候を、気候の、変化、さらには、砂漠拡大の防止といったような、ものにまでに対する行動にまでということで、ここ from と to、A から B、 from A to B で A から B までという、範囲を、示す、副詞、前置詞足す名詞の、副詞が存在しているんですが、これを取れる動詞というのは1つしかなくて、3つの中で1つしかなくて、37番は1番、及んだというのが正答となります。そして、段落飛んで38番に行きます。38番は、動詞、関係代名詞が入って、何かの活動、do ecology といえば戦略、策略というのは、何かの周りに進化、周りで進化していったと。何らかの活動で、その活動の説明が、経済の、環境保全における経済的な可能性、経済開発の可能性というものに対する、注意というものを何々する活動、そして、貧困を助けうる
ことなんですが、まあ環境保全に対する経済の可能性と可能性を喚起し、可能性に対して注意を何かし、さらには貧困の減少を何々すると、それがドゥエコロジーだということなんですが、まあ、ここではまあ何かしらの注意を喚起するというような、何かしらの注意だとか注目をあえて作り出して貧困の減少に役立てるというような意味合いだろうというふうに考えられるので、どれが妥当かというと38番は1番、生み出すというのが正当となります。そして段落飛んで39番に行きます。39番はまあ副詞なんですが、まあ文章全体を見て注目してほしいのはこちらの述語動詞。述語動詞がまあ have been trying、 まあ現在完了進行形になっていて、まあ沿岸部、まあインドのタミルナド州の、南インドのタミルナド州の沿岸のコミュニティ集落に対して、マングローブの、林、沿岸のマングローブの木を、マングローブの森林を、絶やさないようにと説得しようと試みていったということなんですが、これに対して、まあ、10 years なんちゃらということなんですが、まあ、15年間もということなので、ここに現在完了の名詞が、現在完了形の動詞があって、でもって、15年という期間があるんですが、この15年の期間というのを、強調できているの、まあ、15年という期間に対して、まあ、この期間のまま、取り扱う、まあ、副詞をつけても期間の、この15年という期間を使う、期間を出して、でさらに、現在完了進行形を取れるのはどれかというと、39番が3番、現在というのが正当となります。でもって40番に行きます。40番は、まあ、名詞なんですが、波を打ち破る何々をということなんですが、マングローブによって行ったということなんですが、マングローブがまあ結局何をしたかというと、まあ、インドのタミルナド州でまあ長い間、住民というのはまあ15年ぐらい、マングローブの 木を、マングローブの森を、沿岸にあるところは、絶やさないようにと、まあ、集落に声をかけていたところ、まあ住民たちはまあ生活苦でそのような要求を受け入れなかった。しかしながらまあご存知の方もいらっしゃると思うんですが、2004年の12月にまあスマトラ沖地震というのがあって、まあスマトラ沖地震の津波で、日本、まあそこのインドのタミルナド州も、被害があったんですが、まあその被害を受けて、まあ村民集落の人たちも考え方を変えていったと。まあ何があったかというと、マングローブの森に住んで、覆われたような村というのは、助かったと。津波の、恐怖から助かったと。なぜかというと、ということで、どうなったかというと、まあ、要するに、まあ、マングローブの木というのが、まあ、防波堤のような役割をしていたということなので、まあどれが妥当かと。まあマングローブが、津波を止めていたと。ということなので、どれが妥当かというと、まあ、ここでプレイっていう、まあ動詞が、まあ、受け身ながらもあるので、これとのコロケーションも踏まえると、40番は2番、役割というのが正当となります。そして、41番に行きます。41番は、関係詞が、まあ、3つ並んでるんですが、まあ、注目してほしいのも、その空欄の前を読んでいただけると分かるんですが、The Temple Town ofチンダムバラム、チダムバラム村ムという、まあ、お寺の、まあ、寺社の寺町、まあ、寺社のあるお寺のあるインドの町があって、まあマングローブの、インドのタミルナドゥ州にある場所で、まあ、寺の木として、マングローブの
種を、まあ、長らく選んでいた場所だということなんですが、まあ、先行士ここに、まあ、ポツンと、The Temple Town of Tsudambaram っていうのが、まあ、あるということは、ここに入ってくるの、後に入ってくるのは、まあ、後ろに院とかも入っていないので、まあ、関係福祉の部屋だろうというふうに見立てが立つので、41番は2番が正当となります。段落飛んで42番に行きます。42番はまあ動詞の本来なんですが、まあ、動詞でもまあ述語動詞で、まあ、同じ津波、まあ津波というのはまあ2004年のまあスマトラ沖地震の津波なんですが、まあ、スマトラ沖地震の津波、まあ、先ほどはマングローブの木の伐採の有無によって、まあ、被害の拡大に、まあ、因果関係が存在していたという話なんですが、まあ、もう一つ、農家、海岸の近くにまあ住んでいた農家というものが、米の、まあ、地元のインドの、まあ、タミルナド州で採れる米の、インドのタミルナド州で採れる、まあ、米の、まあ、地元の品種を、保存する重要性というものを何かしたということなんですが、まあ、この後、まあ、マングローブの木の保全だけでなくて、次は、米の栽培や米の農業の話になってくるので、これから、それを踏まえると、まあ、今度のこの、前のパラグラフでは、マングローブの木、マングローブの森、森林というものの、保全の有無によって、津波の被害が生じた例、その次は、同じ、まあ、スマトラ沖地震で米の栽培や、栽培や、まあ、生産に関係した問題というのが出てくるだろうというふうに打って変わって、まあ、同じスマトラ沖地震における今度は農業の影響だろうというふうに考えると、まあ、新しく米の問題を話題を提示しているというふうに捉えられるので、まあ、ここでは話題の提示を作る、動詞というのが何かというと3番示したというのが正当となりますと、まあ、海岸線に住むまあ農家の人たちに、米の地域の米の種類を保全する重要性というのを、まあ、津波が示した、そして、まあ、その具体的な、まあ、事例に対して、まあ、津波に海水で、まあ、田んぼが、数千ヘクタールも、洪水で流されたり、まあ、水浸しになって使えなくなったというふうに説明を進めているということで、改めて42番は3番が正当となります。でもって43番に行くんですが、43番はまあ動詞の問題、43番なんですが、まあ後ろにまあバットという逆説のバットがあって、で前の文章では、多くの米の品種という、まあスマトラ沖地震の津波で、まあ、田んぼ畑が、海水で、まあ、水浸しになって、津波で流されて海水で水浸しになって、大抵の、米の品種が何かしたけれども、まあ塩に耐えられる、まあ、塩害などに、まあ、耐えられる、まあ、品種というものは、洪水を耐え延びた、要するに、まあ、少ない品種ではあったものの、まあ、塩に耐えられる、まあ、海水というのは塩を含んでいるので、まあ塩を含んでいると、まあ、枯れてしまう、まあ、植物などがあるわけで、まあ、そういうのに強い、まあ、塩の塩害だったり、まあ、海水からの悪影響に、まあ、強い、まあ、米の品種があって、それは、まあ、洪水津波による水浸しを、まあ、生き延びていったということなので、まあ、ここ逆説があるってことは、まあ、耐え抜いた品種もあれば、まあ、なくなってしまった、枯れてしまった品種もあるということでことになるので、43番は2番、枯死したというのが正当となります。そして44番に行きます。44番は、まあ、名詞の問題なんですが、
漁業農業のコミュニティどちらに対しても、何かを準備するということなんですが、何かに meet the 何々、that ということで、名詞はあるんですが、関係代名詞の that 説がつながっていて、どうなっていたかというと海水の上場に直接何々したということなんですが、スマトラ沖大震災というのが、漁業さらには農業にある機会を、与えた、何かに準備する機会を与えた。どういうものかというと海水の上昇に直接関連した何か、海水の上昇に関連した何かということは、沿岸に耐えうる米を作ったり、はたまたということなんで、はたまた魚だったら、海水の上昇による、魚の生態系の変化だと思うんですが、そういったものに対してってことなんですが、ここで問題に対処するといった意味合いだろうというふうに読み取れるところなんですが、meet という、動詞とのコロケーションを考えると、受講生の方々は、meet the demand、需要を満たすというのを真っ先に考えてしまうんですが、もう一つ、meet と、合わさってコロケーションを作れる名詞があって、44番は、1番な、が正当となって、メイザーチャレンジ、難題をうまく処理するというのが、正当となりますと。段落飛んで45番に行きます。45番は、名詞なんですが、前に、指示代名詞があって、指示形容詞があって、この何々というのは劇的に低下したと。世紀が変わる頃に。20世紀から21世紀に変わることなので、1990年代から2000年代の初頭ということになる。だってさらにはしかしという逆説があるので、劇的に何かが減った。で前にはということなんですが、前に何があるかというと、インド東部の、集落、保守的な文伝統を、蘇らせた事例、前まではスマトラ沖地震におけるマングローブの森林の保全だったり、米の塩害に強い米の保全だったり品種保全だったりの話だったんですが、次は同じインドでも東の方の集落の伝統的な習慣の話、何かを保存する習慣の話ということなんですが、50年前、オリッサ州、インドの東部にあるオリッサ州の、コラプト地区における、ある、集落、部族の集落においては、ファミリアイズは親しいっていうんです、書いてあるんですが、ありふれていたというふうにここは訳しましょう。1000種以上もの米の品種がありふれていた。ということで、1000種以上の米の品種が50年前に東インドのオリッサ州のコラプト地区の部族のコミュニティではあったけれども、それが劇的に世紀の変わり目には減っていったと。これ2008年の問題なんで、1950年前というと、5、60年代で、5、60年に対して90年代から2000年代にはってことなんですが、品種が減ったということなので、品種が減ったとなると、品種の数を表している、名詞になるだろうということなので、45番は3番、数値というのが正当となります。そして、46番に行くんですが、46番は形容詞で、名詞修飾と形容詞であるところ、後ろに、トライバルファミリー、部族の家族、一族、このような部族の一族というものを改めて、生物多様性の保全をし始めるであろう方法というものが、経済に対する経済と、そういった環境保全をつなぎ合わせることによる
というのが唯一の方法だというのが、経済と、環境保全を、連携づけさせることが唯一の方法であるというのは明確であった。そして、参加性の、任意の会話、任意の保全、任意の品種保全だったり、育成栽培、農業の品種改良と、カップル、合わさったと、農業の品種改良と合わさった、保全と栽培の、任意的な、任意的とか自発的な保全と栽培の何々なプログラムということなんですが、唯一の方法があって、経済と、環境保全をつなぎ止める止めて、生態系の、保全にを、再び、インドの東インドの、オディッサ州の人たちの部族が、再開できるようにしようとしたということは、このプログラムは、かなり大掛かりなものであっただろうというのと、プログラムという言葉があるので、ここでいうプログラムは何かの、計画であるので、まず3番は不適切 で、1番か2番なんですが、唯一の方法であり、生態系の保全を再びやり直させるとか、農業上の品種改良、農業改革と一緒になったプログラムということで、1番と2番だったら1番が妥当だと思われるので、46番は1番、精力的なというのが正当となります。そして段落飛んで47番に行きます。47番というのは動詞なんですが、述語動詞で、Do Ecology というもの、先ほど、も触れていたんですが、環境保全と経済の両立を試みる考えなんですが、それの実践というものは実際には、環境の、環境災害、環境上の災害によって何々されたと。お説教や講釈というものは、何も助けなかった、何も役に立たなかったということなんですが、ここでお説教というのは何かというと、国連などであれこれ、主義主張を言って、貧困や、さまざまな貧困問題だったり、農業の環境保全の問題といったものに、意見を述べるものの、そういったものは結局は役に立たなくて、環境上の自然災害、実際に自然災害によって、そのような、ドゥエコロジーの実践が実際には起きていったんだということなので、自然災害が、元となって、ドゥエコロジーが実際に実践を行われていったというような意味合いになってくると、どれが妥当かというと、47番は1番、引き金を引かれるというのが、正解となりますと。要するに、スマトラ沖地震における、マングローブの森林の保全であったり、米の品種改良、だったりといったものがあって、これが、経済、米の開発だったり、はたまた、マングローブの木に守られた、農村の保全などにもつながっていったということで、改めて47番は1番が正当となります。そして、48番に行きます。48番は形容詞なんですが、種の、ユース、化学肥料の何々な飼料という、名詞を修飾する形容詞。名詞修飾の形容詞であって、パンジャブ、インドのパンジャブ地方、インドとかパキスタンにまたがっている、パンジャブ地方というのがあるんですが、パンジャブ地方というのでは、30年前、2008年の問題なので、1970年代後半、1970年代後半から、
1980年代頃の話なんですが、まあ、そのあたりに、まあ、パンジャブ地方の農村で、彼らの生活が何かに落とされていた、化学肥料の、利用や、農水、地下水の過剰使用ということなんですが、まあ、要するに、ここを見てみると、地下水の過剰使用と、化学肥料の、何々の使用ということなんですが、まあ、化学肥料も、まあ、地下水も、まあ、過剰に使うと、まあ、生活を脅かして環境破壊を脅かすよねというのを推測できるのであれば、48番は、3番角野というのが正答となります。そして49番に行きます。49番では、まあ、形容詞なんですが、まあ、前に、まあ、has become という、まあ、動詞がある以上、タイミングというものは、農民にとって、保全的な、環境保全を含んだ農業に、まあ、移行する、移るための何々、移るためには何々だったということなんですが、まあ、前の文章で、まあ、パンジャブ地方の農民が化学肥料やの使いすぎや、地下水の過剰利用だったり、過剰摂取採取などによって生活が脅かされていたものの、まあ、一切変えなかった。そして、まあ、実際には、脅かされるだろうという危惧のあった後に、まあ、実際に実害が出てきて、まあ変えようとする準備が出てきた。そして、持続不可能な、農業から出てくる、不経済、要するに経済に悪影響を及ぼすようなもの、まあ、実際には経済だったり、まあ、生活に悪影響を及ぼすようなことを、まあ、不経済というんですが、まあ、そのような、不利益になる不経済というものが、借金、債務だったり、時には自殺を招いた。自殺や、まあ借金を招くような持続不可能な農業というものがあって、そして今のタイミングはってことで、このタイミングは何かというと、まあ、変えて、農業をまあ変え、しっかりと、まあ、農業だったり、まあ、生活を変えて、環境保全を含んだ農業へと、パンジャブの農民、パンジャブ地方の農民を変えていくタイミングというのが何々かということで、まあ、ちょうどタイミングが良い、まあ、ちょうど今がこの時期である、まあ、ちょうどまあパンジャブ地方の農民を準備しているからということを踏まえると、49番は3番、公的な、ちょうどまあ頃合いが良いというのが正答となりますと。最後に50番に行きます。50番は動詞なんですが、前にフィッチがあるので、関係代名詞で、発展途上国の中で、貧困が蔓延し、おぞましい貧困と、人口拡大を抱えた発展途上国というのは、ドゥエコロジーという方法を広めなければならない。ドゥエコロジーというのは、経済、そして環境面、さらには経済面でも利益をもたらす、利益を何々する、しうる方法だということなんですが、まあ、ドゥエコロジーの定義というものが、しっかりとこの第5段落の前の方に、存在しているのをまあ見てみると、まあ、ドゥエコロジーというものは、経済、環境保全に対する経済の可能性に注目への注目を生み出す行動によって、進化を遂げ、貧困の減少へとつながっていくと書いてあるので、これを踏まえると、ドゥエコロジーというアプローチが、
経済と、環境を両立、環境のを両立し、環境に対する両方の対策を両立して、どちらからも、利益を作り出していくというような意味合いになるだろうということなので、そのようなニュアンスを踏まえられる動詞はどれかというと、50番は1番、生み出すというのが正答となります。ということで、以上をもちまして、大問2の語法三択問題について解説を終わらせていただきます。皆さん、ありがとうございました。